こんにちは、森です。私ですね、以前、バンクーバーというところに住んでおりまして、カナダのバンクーバーなんですけれどもですね、そこでですね、まあ1年ほど住んでいた時があったんですよ。でですね、ヌートビーチがあるっていうのを聞いたんですね。近くにですね。私ですね、バンクーバーのですね、まあ詳しい方だったらすぐわかると思うんですけど、キャンビーって道路とですね、こう、49っていうですね、49っていう、道路のですね、交差点あたりにですね、こう、ちょっと住んでまして、で、そこからですね、こう、北上した、北の方にですね、行ったところです。こう、総合大学があるんですけども、そこのですね、近くにですね、こう、ヌードビーチがあるというのをですね、私聞きましてですね、ちょっと行ってみようかなと思ったんですよ。で、当時はですね、こう、ガラケーだったんですよ。白黒の、なんか文字だけの、で、なんか、それもですね、なんかこう、業務用は持ってたんですけど、普通の自分の個人のですね、こう、電話持ってなくて、なんかこう、E メールとか、こう、家にあるこう固定電話とか、そんなのばっかり使ってたんで、で、まあ、その、なんか、メモしたんだかなんだか、こう、地図にメモしたんだかなんだか知らないですけど、まあ、冒険の旅みたいな感じです。なんかこう、RPG みたいな感じです。ちょっと行ってみたわけでございますよね。で、まあ、ちょっとですね、こう、そこの49っていうのがですね、こう、南北にこう流れてるですね、道路なんですね、こう、北上したわけですよ。こう、その、まあ、キャンビー49のですね、交差点のところら辺にあるこうバス停からですね、北上しまして、それで、なんかバス乗り継いだんだったか、まあ途中で降りて歩いたんだったかわかんないですけど、忘れちゃいましたが、その、まあ総合大学の方にこう、行くわけですよ、キャンパスの近くに。で、そこから、なんかこう崖の下にですね、こう降りていくんですよ。崖の下の方にこう降りてって、で、まあ降りていくじゃないですか。だんだんこうなんか開けてくるんですよね。なんかこう森の中からこう開けていくみたいな、こう、その、なんか冒険の旅みたいな RPG みたいな、こう、なんかたどり着いたみたいな感じで、こうなんかすごい爽やかです。こう、海がですね、綺麗な海がですね、こう、あってですね。で、まあ、泳いでる人たちは、やっぱり裸なんですよね。もう全裸で、だから、男性も女性も、で、私自身もですね、また全裸になってですね。で、なんとですね、その、いろいろこう、屋台とか、売り子の方とか、こう、いらっしゃるじゃないですか。なんかこう、球場とか、こう、お祭りとかで、屋台の、フランクフルトとか売ってらっしゃる、こう、お姉さんとかいらっしゃるじゃないですか。ああいう人たちももう全部全裸っていう。だからこう、こらいかがすかみたいな感じのお兄さんとかもみんな全裸みたいな。だからこう、裸の付き合いみたいな感じですよね。だからなんか、それが普通みたいな。うん。いや、こんな世界あるのかと、ちょっとまあ、思いましたね。でもまあ、ちょっと、まあ、石とかこう砂とかですね、ちょっと痛いかもしれないんで、そこは怪我しないようにですね、もし行かれる方がいらっしゃったら気をつけた方がいいかなというふうに思いますね。こう、デリケートゾーンとかにこう、まあ、傷つかないようにと言いますけど、ですね、まあ、そこは大事かなと思いますね。で、そこでなんか普通になんか、ね、ソーセージだかなんかスナックだかとコーラかなんかこう買って、普通にこう食べてましたけどね、私。それ食べて、まあ泳いでみたら、うん。だからこう、バンクーバーの夏ってもう短いんですよね。だからなんか、1ヶ月だかなんだか、うん、1ヶ月半だか1ヶ月だかなんか、すごい短いんですよ。なんか、アメリカの上じゃないですか。上っていうかまあ北で、カナダが。で、ちょっとまあ、寒い、気候なんで、どっちかっていうと涼しいっていうか、だから夏がすぐ終わっちゃうんですね。こう、まあ、もし、ご興味がある方は、まあ、短い期間の間にですね、まあ、ちょっとチャンスを見つけて、ご興味のある方は、行かれても面白いかもしれないですね。うん。まあ、ただそこは自己責任で、もちろん全裸なのでですね、まあ、ちょっとこう、怪我とかされないようにとかですね、まあ、いろいろ、気をつけられた方がいいかなというふうに思います。ということで、まあ、なんか、ちょっと一人で行ったりとか、こう、なんか友人とちょっとこう、男の子と行ったりとかしましたけど、まあ何回か、うん、行きましたけど、まあ、なんか何回も同じダンジョン攻略してもしょうがないだろうみたいな感じですけど、まあ何回かちょっと行ったかなと思いますね。まあ、その、夏の間に。ということでですね、こう、ヌードビーチがですね、こう、バンクーバーにあるっていう、驚きでございました。ということで、こちらの動画は以上です。失礼します。